さざつけゆかりかりです。こちらルレクチェという新潟三条って書いてありますね。有名な洋梨です。ラフランスとはちょっと違うんですよね。完熟で食べ頃、専用のビニールに入って出荷されるそうです。高級なフルーツ、そしてこちらがもうすでにお一ついただいてしまったんですが、こちらは愛媛の紅マドンナさんです。漢字で紅でひらがなでマドンナって書くね。私名前は知ってました。食べたのは初めてでしたけども、すっごい完熟でもうジューシーでね、フルーティーでもうなんだろう、もうね果実です、本当に果実他に言いようがないぐらい美味しいということで、ゆっくりいただきたいと思います。ちなみに紅マドンナは横に半分に切ってから串型に4等分が美味しいそうです。わかりますか、もう白いところがないんですよね、ほぼね。美味しそう。はい、紅バノンナです。説明書通りに切ってみました。半個分です、4切れね。美味しそうですね。やばい、ジューシーそう。ルレクチェは食べ頃、このヘタの部分とお尻の部分が少し茶色くなって、やや弾力がある、バナナぐらい黄色くなったぐらいだそうです。縦半分に切って、くし形、梨のようにね、リンゴや梨のように剥くそうです。はい、ルレクチェの方も切ってみました。まあ、洋梨形なのでね、ちょっと均等ではないんですけれども、美味しそうですね。なんかラフランスとは違うみたいなんで、その辺は文章の方でご紹介したいと思います。味の感想をね。美味しそう。いただきます。あ、ラフランスより甘いですね。全然酸味が全然ないです。少ない。濃厚ですね。まったりとしてます。梨というよりも本当に完全に洋梨なんですけどね、美味しいです。甘い、すごいな。これはルレクチェでした。では紅マドンナ実食です。いただきます。すみません、すするような音が。本当にジューシー、食べるジュースですね。酸味はほぼありません。どのみかんよりも甘く、どのオレンジよりもフルーティーという感じです。紅マドンナ、ルレクチェ、どちらも美味しいです。最高です。ではでは。